けると思ってな。一晩だけ付き合ってくれればそれでいいんだ。恩に切る。お前の言うことは何でも聞くからな。じゃこ、そりゃ俺だって惚れたもんな。あんなじい様のとこに生かしたきゃないさ。でもな、このままじゃ済まなくなる。もしかしたら殺されるかもしれないんだよ。言ってくれるか。うん。嫌なのか。嫌よ。じゃあ俺がこれほど頼んでも。嫌よ、それだけは嫌。そうか、分かったよ。もう頼まねえよ。俺がどうでもいいってわけか。ふん、お前だけは俺を愛してくれてるかと思ったぜ。ちゃこ、そんなこと言わないで頼むよな。嫌よ。勝手にしろ。お前がそんな薄情な女だとは思わなかったぜ。薄情なのはあんたの方じゃないの。お前ともこれでおしまいだな。ひどい人ね、あんたって。なんだ今頃。おい、タバコないか。おじいちゃん、あんたのこと勘弁してやるって言ってたの。茶子、お前言ってくれたのか。そうだったのか。すまねえ、勘弁してくれ。ねえ、私を捨てないで。捨てないで。ママさん、どうしたの？私の彼を取らないでください。彼？宮田さんのことです。あんたの彼？ちっとも知らなかったわ。ずっと前からなんです。ママなんかよりずっと前から。今も続いてんの？ええ、ひどい男。でもあの人悪い人じゃないんです。じゃあ私が誘惑したとでも言うの？私そんな。だってそういうことでしょ。あんたそんな大事な恋人ならもっと一生懸命守ったらどうなの。あんたが一生懸命じゃないからあの人浮気すんのよ。男なんてみんなちょっと甘くすれば浮気するんだから、一生懸命自分のとこに引きつけとかなきゃダメじゃないの。私だってやってます。そうかしら。私あの人のためにママの身代わりまでしたのよ。何ですって？ねえ茶子、どうしたの？私の身代わりって何？言ってごらん。私昨夜あの人に頼まれてママの代わりに大倉さんと泊まった。本当茶子？バカね、あんたってそんなことまでさせられたの？どうせ私はバカよ。でもママにはできないでしょ。私はママにできないことをやったのよ。あの人のために私はあの人を愛してるんだもん。愛してるんだもん。ママなんて何よ、何よ。もしもし、あっちゃこちゃん、私よ、レイコ。あなたの彼ね、宮田さん、あなたに返したわよ。もう誰にも取られちゃダメよ。それだけ。さよなら。あんた、冷たい風に当たると傷に悪いわよ。ああ。うちに来ない？お前、店は？今日は休むわ。